地方アプリ機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ G サービス終了に対するネットの反応を紹介します。サービス終了、2024年1月11日。でしょうね。よく今まで持ったわ。思ったより長持ちした。よく持ったというか制作済みの素材公開し終える前に、畳めなかっただけじゃねえのか？月光を根拠に外伝に金落とすようなファン層じゃないからソシャゲも長く持たない、みたいな予想してた年明正解じゃん。初リアルタイムで見たガンダムだから応援していたのに。結局バクラザンのガンダムでなかったし、MSV は続けてほしい。デザイン代だってただじゃないし、そもどこで公開するんだって問題が。まだガンダムフレーム半分も埋まってないからよ。多分あれ埋まることないよな。F90 のパックは30年かかって埋まりそうだからよ。ガンダムフレームも30年後には埋まるんじゃねえか。最近ガンダムラッシュだったけどさ、週決まってたからなんだね。何もかもグダグダだった企画って印象。開発が遅延した結果模型や総集編とタイミングがずれメディアミックス効果薄れただろうし、肝心のウルズハントのストーリーもレースとして話が成り立ってないグダグダな代物だったし。残りのガンダムは MSV みたいな形で設定だけ出していくのか。一応プラモは売れてるみたいだし。どこで稼い？恥ロボシのバリエが出る程度にはガンプラは売れてた。それよりグレモリー再販してくれよ。一方の UCE はなんだかんだ好調っぽいからな。やっぱ宇宙世紀は強い。あの G ジェネですらソシャゲは難しいからな。鉄血単体となればなおさら。うまくいくとすれば種とかになるのかな。種どころかファーストですら単体でソシャゲはきついんじゃないかね。種のソシャゲなんてやっても今更こいつらが水着とかになるだけだぞ。いいんじゃねえか？俺はそれを望んでいる。キャラもメカも人気で売りになるってのは健全な話だと思うんだ。鉄血云々の前にゲームのグラとゲーム部分が数世代前レベルの代物だったしさもありなん。散々引っ張った上でだからね。鉄血本編から何年後に出すつもりで何年後に出たんだっけ？2期最終回2017年4月、ゲーム情報公開2019年9月、2022年春配信予定矢印2022年中配信予定矢印2022年11月配信。タイミング的に水星か種のソシャゲやった方がまだ長生きしたのでは？アニメも作っちゃってたし。素材はあるんだしグラフィックだけ入れ替えてやればよかったのに。アニメはそれなりに面白かったがゲームはクソ。ガンダムフレームがデザインを起こされたのは良かったわ。大半の人には8年前のアニメが急にソシャゲ化したってだけだもん。ファンが見たかったのは三日月オルガの出会いとか薬剤戦の掘り下げだったと思うんだ。結局まだに語られてないのか。薬剤戦なんて掘り下げようにも、公式が言ってるように TV 時点で設定ほぼ存在しないんだから、ファンの見たかった薬剤戦なんてのはファンの脳内にしかないんだからやめて正解な気も。ストーリーの根幹であるオルガとミカの出会いも書かずに終わったからな、お話になってない。多分ここぞという時にって取っておいたんだろうけど腐らすだけで終わったな。描写するチャンスはあったけど匂わすだけで終わって肩透かしだった。サービス期間より準備期間の方が長いアプリを見ると人生の悲哀を感じますね。まあ大体のソシャゲはそうだろ。ウルズハント自体は荒があったけどそれなりに楽しめてた。でもゲーム部分が本当にダメでな。短編アニメ作品にでもすればよかった。なんでソシャゲ ?OVA でやればよかったのにな。ワンチャン大バズり大当たりの大楽天狙ったとか？これマジで触ったことないんだけど、鉄血好きなら面白かったのか？新作アニメはそこそこ好評だけど主役の某アイドルがあまりにも棒で台無し。なんであんな棒がメインになったのか。アイドルだ新法案件だろ。この前鉄血8周年祝ったばかりだったのに。最高レアリティが無才おっさんのガチャ見た時は笑った。どこに賞賛があったんだ。誰だよこいつ。賞賛なんかないけどプロデューサーのゲームの実績作りのためでしょ。鉄血ってどいつもこいつも上半身裸だよな。荒屋敷の都合なのかもしれんが。なおこいつに荒屋敷はない。ついでに薬剤戦仕様のコクピットでも別に荒屋敷なしで起動できることが判明したから、バイル動かすのに荒屋敷も不要だった。版権作品のソシャゲは最低1年続ける契約が多い。それをわかりやすく実践した例。本編の掘り下げという点でウルズハントは月光よりはるかにマシだった。それはそれとしてゲーム部分は時代遅れでキャラガチャに花はなく半裸の男やおっさんが出るのは売れんよ。ウルズハントはアニメで復活待つわ。ガンオンでもそうだったけどプレイヤーの中にはガチャを回すならガンプラなりを購入する方がマシって真っ当な考えの人がいたからガンダム好きにソシャゲって合わないんじゃないかな。これだけの金あればその機体のプラモやアクションフィギュア買えるなのラインが低いから気づきやすいよね。エイジはまだ PSP でウェア供養できたけど、鉄血はついに揃わずか。何も考えてないのに72期のガンダムは盛りすぎだったよ。その数出し切れる設定や世界観の作り込みをしていたとは思えなかった。好意的にフォローすると1から18号が近接実体武器、19から36が近接ビームの試験機みたいな設定だけでもあればモデラー側で取っかかりにして妄想穴埋め機体作れたと思う。何も考えてないから妄想し放題ですよとか言われても。そもそもガンダム1体デザインするのも金がかかるからね。72はやりすぎは当時から言われてた。主人公の声優まともにしてウルズハントは全編アニメちゃんと作ってガチャ育成周りやパスの舐めた仕様を最近のゲーム基準で最初から緩和してればもう1年は持ったんじゃねえかな。根本的にバトル周りがダメだから無理か。過去回想の薬剤戦争のマルコシアスだけはかっこいいんすよ。可愛いキャラがいればもう少し生きられたかもしれない。フミタンやクーデリアの水着ガチャがあれば跳ねたのに。本気で売りたいなら限定水着フミナができるビルドシリーズ一択でしょ。ギリ他シリーズのキャラを出してもごまかしがつくし。実質ラスボスらしいけどどういう状況？デオキシスかな。弱い者いじめ。まず何なのかわからねえ。なんならその前に後ろのコンテナが爆破されてる。なんでアプリで作ったのに、尽きる。アプリが悪いのかアニメができるのが遅かったのか知らないがタイミング逃しすぎたね。せめて鉄血放送中に出せよソースや1期と2期の間でファンも騒げたろうに。放送後だけどちゃんとガンプラと合わせて発売するつもりだった。ガンプラだけ先に出た。そもそもソシャゲ連動でプラモ出すよという、結構破格なことをプラモ事業部がしてくれたのに、肝心のゲームが1年以上延期するってスタートする前からこけてるよ。宇宙世紀ですらオールスターゲーなのに鉄血単独はな。バンナムとしては G ジェネソシャゲはしっかり作ってくれ。鉄血の失敗程度でこけることはないと思うけど影響あったら嫌だ。グジェネ普通に据え置き機の方でやりたいからソシャゲやめてほしい。ソシャゲが盛り上がってたら据え置きも出るんじゃないの。ルクスレクス出せずに終わるのかすげえな。バイルで映えなかったので出ても大差はなかったが。逆にバイルは出てんのかよびっくりだよ。なんだかんだで鉄血の機体増やしてくれたのは好きだよ。ガンダムもモビルアーマーもバルキュリアも足らんかったし、二次創作勢にとってはありがたい足しにはなる。そういや特別編も何のためにやったんだろう。あのタイミングでアプリ配信するかと思ったら特に何もせずそのまま盛り上がらないまま終わったし。モビルアーマーで止めたからウルズハントの反則ではあったんだろ。アプリは延期したからな。結局ウルズハントも打ち切り？タイミングよくって言うけどそのために事前にかなり前からシナリオをゲームスタッフに渡さなきゃいけないしモビルスーツの動きも監修しなきゃいけないし、かなりハードル高い。鉄オルジーサシューに対するネットの反応いかがでしたでしょうか。ゲーム自体のクオリティなどもあるけど、開始するタイミングが遅くなったのが要因か。アニメ未登場のガンダムフレームが判明していくのは良かった。ガンダムに限らずサシューは多いので、ソシャゲで生き残るのは難しいと思った。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。